から使える手話講座、11月に入りだんだんと寒くなる、風邪などにかかりやすくなる季節になってきましたので、それに関連した手話を紹介します。風邪、病院、薬、お大事にの手話表現を学びましょう。風邪は咳き込むイメージです。片手でグーを握り、口元に当てて2回大きく咳き込むように表します。風邪、風邪。病院は脈を取るように手首を触ります。その後、両手で建物の形を表します。この時、病院の大きさによって形を変えるといいと思います。病院、病院、または病院っていうちっちゃいところを表せます。薬は片方の手でパーを作り、手のひらを上に向けます。開いた手のひらにもう片方の手の薬指でくるくるとこすります。薬、薬。最後にお大事には、片手で指を揃えたパーを作って手のひらを内側向きにします。その手の甲をもう片方の手で軽く円を描くように撫でます。お大事に、お大事に。今回紹介した手話を続けてやってみましょう。風邪、病院、薬、お大事に。もう一度やります。風邪、病院、薬、お大事に。もし自分が体調を崩してしまって声を出しにくくなってしまった時に使ってみてください。風邪や新型コロナウイルスなどの感染症の予防には、手洗い、うがいが効果的とされています。冷え込む季節ですけれども、換気も取りつつ、しっかり感染症予防に取り組んでいきましょう。これで手話だよりを終わります。